アメリカ空軍の舞台マーキングにも使われているシルベスターキャットシルベスターキャットはルーニー・トゥーンズに登場する架空の猫。1945年公開のライフ・ウィズ・フェザーズでデビュー。主演作にシルベスタートゥイーティー・ミステリーがある。息子にはシルベスター・ジュニアがいる。映画キトゥン・ウィズ・エウィップでは彼の出演作である。 キャンドフィュードがテレビ放送される場面がある。ロボットチキンのイリーガルエイリアンプロブレムズでは、パッとピニーが声を当てた。過去に様々なエイリアンを撃退してきたアーノルド・シュワルツェネッカーがメキシコから不法入国エイリアンへの対抗策として、高性能のフェンスと高い訓練を積んだ警備員、シルベスター・キャットを紹介するが、フェンスに隙間があったためスピディ・ゴンザレスにやすやすと、 通り抜けられた。ロジャーラビットへ亀を出演した時は、ドゥームハンジの正体について、二通りの意味に取れるチョークを言った。スペースジャム出演時は、チューンスクワードの一員として出場した。この時のユニフォームの番号は9ルーニー・チューンズ、バックインアクションでも姿は確認できるが、実際は、ミスター・スミスの変装である。ファミリー以外のある回では、ピーターが、 外国人シルベスターがスピーディー・ゴンザレスを捕まえようとしているという意図を隠すために作った新しいスピーディー・ゴンザレスのアニメを作る。なお、この時のシルベスターの声はジェフ・バーグマン。ありがとうございます。